Everyone, this is Toki. 今回は UFO を目撃したというお話です。オーストラリアにビクトリア州という州がありまして、そこにメルボルンという都市があります。メルボルンの郊外にはクレイトンという町がありまして、この地図でご覧いただきますと右下に赤く点がありますが、そこがメルボルンです。メルボルンの郊外クレイトンにあるウェストール高校、そこの生徒たちが UFO を目撃したのです。時は1966年4月6日。その日は眩しいほどの明るく晴れた空だったそうです。午前11時、いきなり UFO が現れました。一説によるとこの UFO を目撃した人数は200人を超えると言われています。生徒によって UFO は1つ浮かんでいたという人と、それから3つの UFO が飛んでいたという人に分かれています。その UFO は木の上にしばらく止まって空中で停止しているそうなんですが、いきなりその木の後ろの方に降りていきました。その UFO は金属製に見えてシルバーに輝いていました。そして大きさがとても大きくて、車が2台ほどあるぐらいの大きさだったそうです。みんなあっけに取られて見ていたそうなんですが、どこからともなく小さな飛行機が5機、まあ、4機か5機という証言がありますが、その UFO に向かってが飛んでったそうなんですね。すると UFO は着陸したと思われていたんですが、いきなり急上昇してスーッと移動し始めました。するとその小さな飛行機がその UFO を追ってるんです。どうにか追いかけようとしてるんですが、UFO のスピードが速くてもう全然追いつかない、途中で諦めたようだったと言われています。 UFO はしばらくそこにいたんですけれども、まあ楽しんでるように追いかけっこをしたりしてですね、いたんですがやがて消えました。その UFO を見ていた時間は20分もなかったと言われています。このウェストール高校の教師の中に、まあ少ない証言ですけれども、アンドリュー・グリーンウッドという教師がいました。この教師は地元の新聞紙にコメントを寄せています。私は確実にその UFO を目撃していて、そのシルバーの物体 UFO からビームのような光も放たれていたと証言しているんです。そして実はその後複数の男性が彼の家を訪れて、このことは黙っているようにと言われたそうなんですね。もし言う通りにしないと、その高校の教師の職を解雇させると言われたそうです。まあ、クビにすると。さらに、あなたはアルコール中毒者という噂を流すと言われたそうなんですね。これ昔のあのやり方だと思います。今はそういったことで、この隠蔽工作っていうんですかね、そういったことはできないっていうのがもう分かってますので、こう200名を超えると、まあ一説に言われてますが、それだけの人数がもう白昼堂々と見ている、その目撃情報を一切全部隠蔽するなんて無理なんですね。やはり漏れてきます。しかしこの全校集会が行われたそうです。この UFO の目撃事件があった次の日、すぐに全体の生徒が集められて、先生たちにも内々に校長の方から直々に黙っているようにと、こういうのは、まあ、集団妄想、集団ヒステリーと言いますか。さらにこのウェストール高校は公式にメディアに一切取材するなと通達したそうです。うちの生徒一人、先生一人、誰に対しても取材はいけないと。それをやったら訴えるみたいなことになって、メディアも触れなかったんです。ただ一紙だけ地元のメディア、新聞紙がトップ、一面トップでこのことを報じています。しかしそれも2回ほどで終わっているそうです。さらに不可解なことが起こります。その UFO が着陸したところに行ってみようという生徒がいました。実はその生徒たちは3名ほどで走って行ったんですね。きっと何かの痕跡があるはずだということなんです。ところが行ってみると、そこには女の子が1人、気を失って倒れていました。その子は足が速い子だったそうで、誰よりも早くその現場に走っていったそうなんですね。まあ他の人の目撃によると。そしてそれを知らずに他の子が目撃したところに行ってみようということで、その UFO が着陸したはずだというところは円形の跡があったそうです。大きな跡ですね。やはり UFO は
ここに着陸したんだなってなんとなく分かったそうです。そしてその UFO の後に倒れている女の子、慌てて先生を呼びました。先生、女の子が倒れていますということで、そして先生も慌てて救急車を呼んだんです。ほどなくして救急車は到着し、女の子を乗せて走り去りました。病院に行くんだなとみんな思ってますよね。で、安心したんです。誰も救急車には乗りませんでした。救急隊員の人が彼女の両親に伝えておくからということで、そのまま救急車は立ち去ったんです。しかしその女の子は二度と学校に戻ることはありませんでした。倒れて救急車で運ばれてから一度も学校に来ない女の子を心配して、その子が住んでいると言われていた家を複数の生徒が訪れています。すると中から女性が一人出てきたそうなんですが、その子大丈夫ですかというふうに生徒が聞いたら、その子のことは知らないと言われたそうです。その子はここに住んでいないし、私の家だし、そういったことは分かりませんと言われたそうです。もうみんな面食らったんですよね。で、どんどん怖くなって、あんまりこのことも話をしなくなったそうです。その UFO 事件から3日後、1966年4月9日、ミリタリー、オーストラリアの軍によってその一帯は調べられました。目撃者によると、オーストラリア軍の制服とは別の青い服を着た人たちが数名いたそうです。実は後から分かったことで、数名の教師の家にやはり複数の男性が訪れて、もしその写真を撮ってたらそれを抜きなさいということで、女性教師はカメラに収めてたそうなんですが、そのフィルムも全部没収されてしまったそうです。オーストラリア政府はこのことについてあまり多くを語っていないんですが、一つの可能性としては、我々は観測気球を上げていたんだと。とても大きなシルバーの色なので、それと見間違えたのではないかと言うんですね。しかも放射線を少し調べていたと言っています。しかしその後、 UFO 研究家によって確かに気球は上げられていたと。しかしスケジュールを見たら、この UFO 事件の前日、1966年4月5日に上げていたということが判明しました。万が一気球であれば、前日に打ち上げたものを1日フラフラしていて、それを200名もの人が UFO と見間違えた。で、不思議なことは、そのクレイトンの町とかですね、今そこに住んでる人たちはあまりこのことを知らないんですね。よっぽどみんな怖くなって口を閉ざしているのか、そのことがあまりこう語り継がれていないっていうのも不思議なんです。今回はオーストラリアのメルボルン郊外で起きた UFO 目撃事件についてお話ししてみました。皆さんはこの事件どう思いますか？もしよろしければコメント欄に書いていただければと思います。それではおやすみなさい。